はい、こんにちは。ステレオカメラのエヴァです。ですね、今日ご覧いただいてますのが、ですね、ライカの一眼レフ用のレンズですね。60mm。ですね、マクロエルマリートの、R マウントですね。の 60mmF2.8 というレンズになります。はい。とても、この奥まったこのレンズがですね、特徴の非常に人気のある使い勝手のいいレンズですね。はい。外観ですけれども、ややですね、ご覧の通り、ちょっと塗装がですね、摩耗していたりして、使い込んだ感じがあるんですけれども、まあ、落下痕ですとか、大きな歪みとか、当たり、傷は見当たらないですね。はい。まあ、備品とは言えないんですけれども、おおむね中古程度の、外観と言えるんじゃないでしょうかね。はい。で、丸ポチも取れずにちゃんと残ってますね。はい。レンズですけれども、前玉がこう、奥まったところにあるんで、ぶつけた後ですとかですね、そういうのはなくて、吹きすれもなく、はい。後ろ玉も綺麗ですね。前玉、後ろ玉ともに非常に綺麗な状態です。中玉も、すれとか、ほこりちりの混入、曇りカビは一切ないですね。非常に綺麗で抜けのいいレンズになってます。で、これがですね、3カムですね。そうですね。ここに、2つのカムがあって、ここにもう1つカムがありますね。なので3カムになります。はい。一番汎用性のあるタイプになりますね。はい。絞りも膜も、はい。ご覧の通り、はい。軽快に移動させてますね。油が浮いたりとか、おかしくなったりとかはしてないですね。ピントヘリコイドも非常に滑らかです。この R タイプのですね、このレンズの特徴として、やや重く感じるかもしれないんですけれども、まあ正確な、スルスルしたような感じではなくて、スムーズなピント合わせですね。ちょうどいいトルクを得られますね。はい。付属品は、リアキャップと、今回はですね、元箱ですね。元箱が付属しています。まあ、シリアルも一致してますんで、完全な元の箱ですね。はい。ちょっと見えにくいですかね。はい。こんな感じになってますね。はい。ということで、非常に人気のあるレンズですので、ぜひ、お早めにチェックしていただければと思います。はい。ライカ一眼レフ用のレンズですね。R マウントですけれども、マクロエルマリートの 60mmF2.8 というレンズでした。ぜひチェックしてみてください。以上です。